こんにちは。ビジネスをやっていて正解が何かっていうと、お金になったかどうかだと思うんですよ。そしてその金額が社会からの評価、自分の評価じゃないかなと思うんですよ。いいことをやったとか思ってもお金にならなければそれはビジネスとして成立してなくって、そういう意味で言うとね、いつもお金は正直なんだろうなと思います。で、今回は堀江貴文さんの「お金はいつも正しい」っていう本の、表紙タイトルからねお届けするわけですけども、当然この本私数年前に読んでるんですけども、納得させられることばかりだったですよね。その中の一つに、私がね昔ハイヒールになみなみとついだワインをこぼしながらこうやって飲んだって話があったんですけども、状況生活一条の中にも同じようなシーンがあってね、お金になるんだったらそれがどんな手段だろうともとりあえずそれは正しいんですよね。その上で合法か非合法か、自分のいわゆるねプライドが、先入観がそれをさせるかどうかっていう問題があるんですけども、犯罪はともかくとしてですね、人を傷つけないこととか人を楽しませることっていうふうにいろいろ考えた時に、とりあえず自分が事を成したその結果としてお金になったんだったら正解だよねと。どんなに意地を張って自分のプライドを守ってもお金にならなければそれはビジネスとしては不合格なんだろうなと思うんですよ。で、昔ねこんな人もいたんですよ。私麻雀を覚えたての頃ってなかなか麻雀強くならない人がいたんですよね。で、その人は麻雀強くなりたくて悩んでね、神様はもう麻雀どうやったら強くなるのか教えてくれと。その正解がどこにもないわけですよ。で、神様ここに生えてる草を食って強くなるっていうんだったら俺は食うぜってからね、草をねむしって食べてるわけなんですよ。そのぐらい自分のコミットした結果に向かうことって泥臭いんだなと思いますし、その上で勝者になった時っていうのはいいとこだけをかいつまんで成功例とかね、成功法則って語れるんですけども、実は勝ち上がるために必要なものっていうのは、人がやらないようなドブ川を歩いたりとかね、人が見ないような醜悪な場面を見続けたりとかね、きっと人が避けてるところ避けなかったところに、その差が現れてくるんじゃなかろうかというふうに思うんですけどね。それじゃあ今日も行ってみましょう。